ゴルファーのためのクレジットカードゴルファーズプラスカードが登場しました。このカードはポイントカード機能、クレジットカード機能、さらにゴルファー保険が一体となったカードです。このカードで決済すると最大 3% のポイントが還元されるので、そのポイントを使ってたくさんゴルフに行きましょう。このカードにはゴルファー保険がついているので安心してゴルフを楽しむことができます。ゴルファーなら持っていて間違いなしのカードなので、お早めにお申し込みください。皆さんこんにちは、じゅんです。今日はですね、アコーディアゴルフさんのアコーディアガーデン東京ベイという練習場に来ています。本日は新企画の、初心者コースデビュー企画でございます。ほとんど多分やったことない子たちなんですけど、その方々にこちらで4回レッスンを受けていただいて、最後コースデビューするという企画です。はい、ということで女の子たちが到着するのを待ちたいと思います。はい、こんにちは。こんにちは。今回のこの初心者コースデビュー企画、この3名の方々にお願いしています。自己紹介をちかさんからお願いします。はい、です。ゴルフ経験は高校の時に一応ゴルフ部には入ってたんですけども、週1ぐらいで、ちょっと遊び感覚のゴルフしかやったことがなくて、久しぶりにちょっとゴルフをやってみたんですけど、全く野球みたいなゴルフなんだよね。今回本当に初心者としていっぱい練習して、最後コースを回る時にめちゃくちゃ上手くなりたいと思います。普段は何されてるんですか？普段は、フリーのモデルと、あと雑誌のウェブライターをしています。はい、好みです。普段はレースクイーンしてます。ゴルフの経験は2年くらい前に1回このコースを回るってなって、打ちっぱなしに2回ほど行ったんですけど、その時コース回ったら214 数えたんですね。数えました。数えたら214だったので、ちょっとそれをもっと半分ぐらいにできるように頑張りたいと思うんですが、ちょっとポンコツなのでいろいろと不安ですが頑張ります。はい、お願いします。ガブリエラ・レイコと申します。ブラジルと日本のファンです。普段はモデルとインフルエンサー、あとブランドコンサルタントのお仕事をしてます。ゴルフは家族で行った遊び程度で行ったことが何回かあるんですけども、周りでゴルフやってる人がすごく多くて、今回はたくさん練習して上手になるようになりたいです。よろしくお願いします。こんな素敵な3名の方々に来ていただいて嬉しいです。皆さんにレッスンを教えてくれるプロを紹介したいと思います。林プロ、お願いします。こんにちは。アコーディアゴルフ所属の PGA ティーチングプロの林正人です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。一応、PGA のプロに入ってて、ティーチングプロの中では今最年少で一応やらせていただいてます。今は習志野カントリークラブっていうゴルフ場の方に所属してるんですけど、アコーディアということでちょっと今回一緒にやらせていただくのでよろしくお願いします。よろしくお願いします。林プロは何て呼べばいいですか？何でもいいですけど、林プロでもいいし、親しみやすく自分もちょっと距離を縮めたいなと思うんで林くんでも、はい、逆に自分は皆さんを何と呼びすればいいですか？私あだ名ないんで本当にチカとかでいいです。あ、そうですね、チカかピカか。ピカ可愛い。私だからレースの中では好みって。あ、好み。はい、私はガブです。みんなからガブ。ガブちゃん、ピカちゃん、好み、ガブちゃん。林くん。はい、林くんね。はい、よろしくお願いします。楽しそうですね。じゃあ早速やっていきたいと思います。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。なんか言葉ってこれがちょっと違ったね。肩の可動域が結構大事なんで、ちょっと肩ほぐしていきます。はい、足を肩幅ぐらいに開いて、ちょっと内股にします。内股？はい、で、両手広げて、親指と小指を伸ばしてください。肩の上に乗って、前に動きます。内股にするとより肩が回りやすい。知らなかった。で、ある程度やったら今度は下に向けて、背中の方に。
柔らかいですね、チカちゃん。あ、ピカちゃん。ピカちゃん、ピカちゃん、柔らかい。嬉しい。なんかいつもと多分、やったことない動きとか体使うんで、痛めたりすると一番怖いんで、普段こんなとこ使わないよと思うところを重点的にやってもらった方が。なるほど、なるほど。はい、OK です。可愛いですね、そのグローブ。めちゃくちゃ可愛いですよね、これ。ゴルフグローブを選ぶポイントとかってありますか？結構素材がいろいろあるんですけど、ロゴとかデザインがすごいいっぱいあるから、女性だと特に可愛いやつとか、なんかニコちゃんがついてるキティちゃんとか、いろんなのあるんで、好きな色で好きなものをつけた方が。本格的にやってくると、なんか滑りづらいだろうなっていう相性のやつがあるんですけど、最初はもうとにかく可愛いやつで。確かに、はい、テンション上がる。ピンクって言ってたもんね。でもガブちゃんだけそのこの色好きなんですよ。うん、ウェアもおしゃれ、おしゃれ。で、ゴルフクラブなんですけど、自分の最初正面にクラブを置いてもらって、で、自分の場合この、まあ、メーカーさんの入ってるんですけど、皆さんだとなんか真ん中に点がこれです。はい、うん、そこを基準に持っていくんですけど、まずゴルフクラブは左手からまずこう握手するように、このクラブと握手するように握っていきます。握手、はい、で、握るときに握手って言って、まあ、下から握手したり上からじゃなくて、できるだけ横から、横から、はい、で、小指、薬指、中指の下からですね、順にこう握っていくと、で、この時によくあるのは、あのこの親指と人差し指の間に、これ V 字とか Y 字とかいろんな呼び方あるんですけど、こう挟むと線があるんですけど、これを、まあ、自分の右肩と右頬の間ぐらいを向くように握るんですけど、で、今ここの線がちょうどここら辺の向いてるんで、もう少し、これぐらい、はい、今、これどこ向いてますか？こっちの肩、左肩の方向いてます。戸惑い、戸惑い。別に正解ではないから、ね、どういうことか。この分かんないです、もうここの線ありますね、この親指差し指の、はい、これが一直線にピーっていったらどこ向いてるかな。脇、そうですね、多分左脇とかあっちの方向いてるんで、はい、下から握りすぎなんで、もう少し上に、これがもう少し、これで多分この線が右肩とか右頬の方に、うん、じゃあここがここに当たるってことですか？そうですね、大体挟むぐらいが。あー、なるほど、分かりやすい、分かりやすい、はい。だからなんか最初ここの線に親指を置かないといけないなと思ったんですけど、じゃあなんかこうなんですね。そうですね、挟むぐらい。あー、分かった、分かり、かしこまりました、はい、で、今度右なんですけど、ちょっと右が、あの、ややこしいんで、私だったらすぐに分かんないって言ってください。はい。さっき左に握った親指、これをちょっと包み込むように握っていいですか？はい。で、包み込むと、なんか小指とか人差し指が当たると思うんですよ。はい。なんかダマダマって思うと思うんですけど、これを、いろんな握り方の種類があって、この人差し指と小指をこうやって絡ませちゃう。絡ませるインターロッキングっていう握り方、まあ、あの石川遼選手とか、あの、まあ、有名なプロだとが、まあ、ジュニアからやってる方だったりとか、女性握力があんまりない方はこういう風に指を絡ませた方がクラブが飛んでいく不安がなくなったりとかするんでいいんですけど、ただこれずっとやってるとこう擦れてきて、なんかまあ豆だったりとかができやすいんで、まあ、あんまり女性にはおすすめはしたくはないんですけど、あの、まあ、そこは個人のそれで握りやすい握り方、これがまず一つで、もう一個は、小指を人差し指と中指の間のここのスペースに乗せます。はい、これ一応名前がオーバーラッピンググリップっていうんですけど、これが一番オーソドックスな、まあ、大体8割ぐらいのプロがこういう握り方。ちなみに私もそれです。一緒ですか？はい、これが結構主流な握り方。まあ豆とかはもうできるんですけど、さっきのインターロッキングとかに比べればできにくい。なるほど。あとは乗せずに全部で握っちゃうみたいな、ちょっとベースボールグリップみたいな、野球、野球、そうですね、野球に近い、まあ、テンフィンカーグリップ、野球系、野球系、はい、まあ、これそれですか？これですか？一番飛ばせます。危ないです。これでも怖いですよ、なんかちょっとこれ怖いですよね。飛距離が欲しいとか、まあ、後々でもゴルフやっていくと
グリップやっぱ違和感ありますとか出てくる、その時に変えてもいいんですけど、とりあえずじゃあ最初オーバーで皆さんでこの人差し指と中指の間に小指乗せる、このオーソドックスなやつで乗せて包み込み握ります。その時にまた親指と人差し指のまた V 字が右肩、今は右肩を引くぐらいに、例えばこれがめちゃくちゃ上から右肩に下から右肩に、また皆さん真ん中のマークがあると思うんですけど、マークを V 字が来るぐらい、じゃあ右肩やったので、今度は構え方、アドレス、ちょっとアドレスをやっていきます。最初ちょっとデモンセッションじゃないですけど、目安を教えるんで、その後にちょっとまたおのおの打席行って見るような感じで、ボール、まあ、なんか正面に置いたら、まあ、左足をちょこっと半歩ぐらい出して、で肩幅ぐらいまで開きます。このアイアンってクラブが基本的にこの足幅が肩幅で、さっきのグリップ左からこれ正面にします。よく言うのが剣道の構えとか言うんですけど、剣道の構えを構えて、この状態で股関節を軸にこういうふうに前傾します。こういう下ろしてきて、で、まあ、目安なんですけど、ゴルフって結構細かいんですけど、まあ、なんとなくでいい最初は、はい、下ろしてきて、このグリップエンドって言ってクラブの一番先端割り込むと、自分の体に拳が1個入るぐらいが目安です。例えばこれがこう遠すぎたりとか近すぎたりとかしないぐらい、ちょうど1個ぐらい構えて、で今って多分この股関節の軸に下ろしただけなので、なんか足が、まあ、突っ張ってる状態、張ってる状態だと思うんですけど、まあ、ゴルフってこう足をちょっと曲げるんですけど、曲げるっていうと、こう張ってるものを曲げるってこう、これだとすごいダサいですよ。で、張ってるものを緩める。張ってるものを緩める。なんで足がこうピッと立ってるものをちょっとこう緩めるぐらい。で、そうそうそう。ちょいゴリラ。ちょいゴリラ。ちょいゴリラ、まあ、ゴリラ入らないぐらい。プチゴリラぐらい。プチゴリラぐらい。ではなんかこう張ってるものを回せるぐらい。曲げるっていう意識ではない。最初のうちはルーティン化してほしいんで、もう流れ作業。最初ボールの正面に倒す。で足肩幅ぐらい開きます。グリップ左右アドル。で、股関節を軸に固定する。で、拳1個分ぐらいだなって、足を伸びてるものを振ります。これぐらい。そうすればもう大体、もうあのアドレスって言って打つ構えは、プロとさほぼ変わらなくなります、はい。打てるか打てないかはまだまだ置いといて。今、こう降りてきた時に、はい、さっき言ったこのグリップエンドとここの先端と、拳。今、ちょうど綺麗なんです。でこの状態で今ボールとずれてるんで、はい、手で合わせちゃうとあれなんですけど、足動かしちゃっていいですか。前に行き過ぎてるんですかね。で、まあ、さっき言ってたように、あの膝 の, この曲げ具合、まあ、プチゴリラって言ってたんですけどこれちょっと曲げすぎですね。あ、曲げる、これちょっと曲げすぎ、プチゴリラす、これプチゴリすぎるな。これなんかもう角度が目で見えるぐらいは曲げすぎですね。じゃあちょっと、そう、これぐらいの方が自然体、まあ、これが基本的なボール前の構え、はい、で今から実際にボールを打ってもらうんですけど、はい、もう最初はちょっと自分がデモンストレーションでポンって打つんで、ゴルフの、まあ、動き的な感じで打つんで、そしたら一回見よう見まねで皆さんに打ってもらいます。あ、はい、で、まあ、この多分感性があるんで、それちょっと見させてもらって、そこから基本がこういうのがあるよっていう風に説明してくれる、まあ、よくレッスンで言うのは、まあ、時計の文字盤が、まあ、自分の背中の後ろにあると思うので、まあ、12時があって、まあ、9時、まあ、6時、3時みたいな感じであって、例えば、まあ、クォーターって言ったら7時、5時とかなんですけど、で、まあ、ハーフって言ったら、まあ、9時、3時で、スリークォーターって言ったら10時、2時、
で、フルスイングって言ったらまあ11時から、まあ、もう回ってもいいよってくるで、打ってくるんですけど、ちっちゃいスイング見て止まると思うんで、一回フルスイングでポワンと打つんで、はい、それを見よう見まねで皆さんに打ってもらいます。はい、はい、構えます。まず正面に合わせて、頭ぐらいこうやって右行って、まず左行って、右行って、正面で、この剣の中から前傾して、はい、ちょっとずれます。ずれたら自分でちょっと動いていい。で、膝がこう伸びてるのを取ります。で、この状態からじゃあ実際のドレス打つ前を構えてきたんで、この状態から打っていきます。で、これ多分視聴者の皆さん分かるんですけど、今ミスりました。はい、これ今のがミスショットです。球は曲がんなかったんですけど、カツンっていうあんまりいい音しなかったんですね。まあでもやらせはなしで、まあ、プロでもミスするという。ちょっとトップ気味っていうやつですね。全然わかんなかった。これはもう正直に言わなかったら多分皆さんも騙せたんですけど、はい、まあ、自分正直にミスしたんでミスしました。はい、いや、わかんなかった。で、今球が曲がらなかったですよね。曲がらなかったっていうのは、基本的にアドレスが結構しっかりしてれば曲がる可能性は低いんですよ。だこれが例えばアドレスがなんかボールの距離が近かったりとか、まあ、遠かったり、あとこう膝をガンゴリラになってたりとか、こういうのになっちゃうと、こういう風にめっちゃ飛ぶ。今のもこうダフルって言って、まあ、マットを強く打っちゃう感じになって、ミス、今のもミスなんですけど、基本的にミスがしやすくなるよっていうとか、まあ、基本が分からなくなってスイングが安定しなくなったりとかするんで、まあ、ちょっとね、気合のデモンストレーションでミスしたのはあんまり心配じゃないんですけど、はい、まあ、その辺は、まあ、ご用意で、ね、信頼されるようにしていくと思うんで。みんなで見ますか、一番最初です。あ、一人ずつね。一人ずつ、うん、試験みたいな。試験、初めてのショットですね。トップバッター、コノミン。はい、お願いします。はい、お願いします。ここに立ちます。コノミン、頑張れ、頑張れ。じゃあ、もうなんとなくで振ってみましょう。当たらなくても全然 OK なんです。これ球見て打てばいいんですかね。全然失敗しても大丈夫。失敗してもそんな多分失敗するから、プレッシャー強いと思うんで。当たった。 OKOKOK。 多分想像よりも上手かったですね。上手かった。ちょっと後ろからも撮るからもう一回打ってもらっていいですか。オッケーオッケーオッケー。これが見たかったんですよ。これが見たかったんですけど、まあ、最初うまく当たっちゃったんで、まあ、これで、まあ、いいとこと、だからこう直すところができたんで、まあ、全然オッケー。はい、こんな感じです。よくプレッシャーに勝ちましたね。うん、そうですよね。最初一番初め、一番トップバッターだったんで。違いない。今後にね。3ヶ月だから。コース行く前の最後の練習でどれぐらい変わってるかな。楽しみですね、ちょっと。うん、最初に214でしたっけ。214です。半分ぐらいになりたいみたいなこと言ったら107なんで、結構ね、目標高いと思う。ダボペースで回らないといけないから。私、まあ、でも多分プレッシャーに強いタイプで、うんうん、球当てるもできますかね。ちょっと選手交代で、うん、ね、お願いします。ちかちゃん、はい、いきます。15から40に行ったっていう。すごい。全然 OKOKOK。 割とまっすぐ転がってったんで。3倍。やばい、倍で行きますよ、向かいから。もう次打ったらじゃあ80ぐらいですか。80ぐらい飛んでいく。7番なんで、まあ、グリーンがこう1、2、3、3つぐらいしかなくて、この練習場だと、まあ、皆さんだったら2つ目と、まあ、3つ目ぐらいまで、あんなに
100ヤードぐらいですね。女性だと大体100ヤードぐらい。7番で行けば、もう上席なんで、そこ目標に、ちょっと行きました。はい。何が飛ぶようになるの？じゃあ、今度は、ガブちゃん。ガブちゃん。ガブちゃん。あ、そうですか。一旦下ろして。例えば、4Tアップっていうのは、あの、上に乗せてるやつあるんですけど、はい、あれで打つっていうこともあります、ね。あれ、ドライバーとか打つ？そうですね、ドライバーで打ったりとか、あとあれを低くして、アイアンを、あれ、低くできるんですね。はい、まあ、基本的に一番よく打つのは下についてることが多いんで、ちょっと練習はこっちで。いいですか？いいですよ、打っちゃいましょう。OK、OK、OK。すごい気持ち悪い音したよ。今のね、私と同じ。同じぐらい。私と同じ。同士がいます。はい、ここに。後ろからね。後方のアングルから撮って。はい、だからもうみんなそれぞれがコロコロって決まれば空振りする。これが欲しいんですよ、この絵が。いらない、この絵が欲しいんです。今いいですね。一切全員下手という。まあ最初に自分が悪い流れ作ったんで、プロでミスったっていうことで、まあいいですよ、楽しくやるってことで、はい、確かにそうですね。ゴルフ楽しければいいんで、楽しいです。もう後からあのまあ難しいところに入ると思うんですけど、いきなりなんかこう悩み始めていっても面白くないんで、もう笑いながらいきましょう。笑いながら、はい、いいですね。オッケー、じゃあ、オッケーじゃあこっから、まあ、さっきやった、まあ、クォーターと、まあ、ハーフ、スリークォーター、フルスイングで練習していって、まあ、自分の中で得意なところといまいちよくわかんないですっていうのが出てくるんで。